チョコルダグデラカスカワティは、インドネシアの政治家、ヒンドゥー教徒、ウブドのクシャトリア出身で、東、インドネシア国の大統領を務めた。ジルベルテと共に、ミナハサを訪問するスカワティ・マカッサルで、オランダ軍の軍事パレードを越平する、スカワティ1899年に、スカワティ王家の次男として生まれる。スカワティ王家は、オランダの支配を認めていたため、 オランダ領東インドの支配層の地位を得ており、スカーティは現地人管理養成学校で教育を受けた。1918年にバンドンの監査人になり、同年末にデンパサールに移動する。1919年に故郷ウブドに移動し、政治基盤の構築に努めた。1924年に人民評議会議員に任命され、1927年まで勤めた。 1931年にヨーロッパに留学し、1932年にはオランダで農業と畜産を学んだ。帰国後は農業委員会委員に就任し、バリ島、ロンボク島の農業政策に関与した。1946年7月に開催されたマリノ会議に委員長として出席し、東インドネシアボルネオ島諮問委員会の委員に選出される。 8月末には、マリノ会議の結論を報告するため、ポンティアナック王国スルターンハミド2世と共に、オランダを訪問した。帰国後は、12月18日から24日にかけて、開催されたデンパサール会議で、委員長を務め、東、インドネシア国の大統領に就任した。デンパサール会議の開催では、同時に、東、インドネシア国議会の設立も決定された。 インドネシア共和国のスカルノやモハマート・ハッタは東インドネシア国をオランダの傀儡政権とみなしており、1948年には東インドネシア国首相イデアナクア軍エデア軍がインドネシア共和国への合流を模索していた。スカワティはインドネシア独立戦争の激化の中でインドネシア東部の自立を目指すがオランダ両東インド陸軍の協力を得られず、 断念している。このため、スカワティは、単一国家としてのインドネシアを選択し、1950年4月21日に、行われた交渉で、インドネシア共和国への合流を決定し、国民の指示を受けて8月17日に、共和国へ合流し、東、インドネシア国を解体した。バリ島出身のグスティア軍ニアンプトと結婚し、息子チョコルダヌラウィムスカワティを設けた。 1933年には、フランス人のジルベルテ・ヴィンセントと結婚し、二人の息子を設けた。ありがとうございます。